さあやってまいりました第2回つくばスーパーサイエンシティ構想についてのカラバンチャンネル。前回いろいろ、ね、全体の構想とかですね、医療マースについての話などしてもらいましたけども、今日ちょっとより掘り下げてお話をですね聞いていきたいと思いますが、やっぱりインターネット投票についてはね、はい、これは外せないなと思いますので、スライド出ましたね。スマホとかから投票できれば便利なんじゃないのって多くの人が思ってると思うんですけど、なんでダメなんですかこれ。これ実はまた法律なんですけど、法律が、はい、公職選挙法という法律で、よく知ってます公職選挙法。あ、そうですよね失礼しました。よく読み込んでます。はい、あの法律にですね、投票は、うん、投票所に行って、はい、立ち会い人がいるところで、投票所に行って立ち会い人がいるところで紙でしなければいけない。紙でしなければいけない、はい、そういうことがまあ書いてあるわけですね。なのでそれ以外の方法は今認められていないと。なるほど、まあ、もちろん特別な法律で、コロナの患者さんが郵便で、うん、はい、投票できるとか、まあ、そういった一部例外はあるんですけども、うんうんうん、基本的には投票所で投票しなきゃいけない、しなければならないことになります。なかなか公職選挙では大変、まあ、その壁がすごく高いので、つくば市ではですね、もう5年ぐらい前からいろんな取り組みをやってきましたね、はい、マイナンバーカードとブロックチェーンというのを組み合わせて、いろんな投票をやったんです、うん、ちょっとその辺も簡単に分かりやすく説明してもらっていいですか。どんなことをやってきたかとか。はい、つくば市では2018年からですかね、うん、市の政策コンテストの場で、はい、まあ、市民の方に気軽に投票していただこうということで、うんうんうん、はい、インターネット投票を導入してきました、うん、まあ、これはまだ実証実験ですけれども、はい、何をするかというと、まあ、投票ですと、まあ、この絵にもありますように、うん、まあ、紙で書いたものを投票箱に入れるという作業が必要ですけれども、はい、これをインターネット上でどう再現するかというか、実現するかというのが、まあ、課題なんですけれども、まずその人が本当に五十嵐達夫さんかという、ああこれ、はい、本人確認が必要になります。これ大きな問題ですよね、はい、なりすましってやつですよね。そうですね、はい、ここでどうするかっていう、うん、インターネット上でどうそれを確認しようかと、はいはい、いった時に一番確実なのが、うん、マイナンバーカードを使う方法ありますよね。マイナンバーカードねですね、うん、はい、それから、じゃあ紙に代わるもの、うん、まあ、これは当然インターネットでポチッと選ぶという、はい、データってことですよね。そうですね、つまりね、はい、じゃあ投票箱の代わりに何をするかなんですけども、はい、そこでブロックチェーンという技術ですね。なるほど、これビットコインなんかでも使われてますけども、ビットコイン、はいはい、結構改ざんが難しいと言われている技術ですね。これを活用して、うん、実証を、なるほど、2018年、19年、20年、うん、21年は市の政策コンテストではなくて、県立の並木中等教育学校であるとか、うん、はい、明慶学園で生徒会選挙で、はい、お、選挙来ましたね、はい、選挙。高校生たちの反応はどうでしたか、インターネット投票に対して。いや、皆さん好感触でしたね、うんうんうん、やっぱりデジタルネイティブというんでしょうか、生まれた時からもうスマホの世代なので、うん、はいはい、スマホじゃないですね、携帯電話ぐらいですかね。でもまあ最初に持ったのはもうスマホでしたよね。そうですね、ね、なのでもう簡単簡単というような、うん、なるほど、そうですよね、はい、でそこ でなんで選挙があるのかとかですね、民主主義ってなんだみたいな、まあ、教育とセットでやることで若い世代の関心を高めていきたいというのが我々ね大きな思いとしてあって、投票率のグラフがちょうど出ましたね。これは2年前のつくばの市長選挙と市議会議員選挙で、やっぱりこの20歳から24歳若い世代ってね、なかなか投票に行かないと、50% 超えるのは40から44歳、まあ、こうやって右肩上がりに上がっていくわけですけれども、また最後ガクッと投票率が下がる80歳以上のですね、若い世代のなかなか政治に関心向いていかないけど、実はスマホ投票ができれば投票するよという人たちはつくば市でもアンケートを取ったら結構たくさんいるんですね。だスマホ投票できればこの辺りの層がぐぐぐっと上がる可能性があるということ。そして80歳以上の方はなかなか移動が困難で投票所に行けないというお悩みがたくさんあるので、それももちろんいろんな丁寧な教室などをやりながら使い方を覚えていただくわけですけれども、そういうことをするとここも上がっていって、やっぱり選挙って民主主義の大前提ですので、そういう機会をしっかり確保していきたいなと。これ中村さんどうですかね、いつ頃これは実際の選挙で取り入れられそうですか。2年後にまた2年後に
市長市議会議員選挙がありますけれども、ありますね、市長選挙出るんですって私それほど人気ないんで、で市議会議員選挙でしたっけ、それも多分無理かなと思います。国会議員の方に、あ、国会議員、わかりました、まあ、あの2年後に選挙ございますので、はい、うんうん、まあ、そこまでに先ほどの公職選挙法の特例が認められれば、うん、ぜひ実現したいというふうに思います。そうやっていろいろな取り組みをしてですね、本当に職員関係者、企業の皆さんなどのいろんな力をいただきながら、まあ、今回認定されたんですが、今後のスケジュール感をちょっと教えてもらってもいいですか。まあ、国とこれから調整してですね、はい、あの計画を立てていくことになるんですけど、はいはい、まず、実現可能なものからどんどん進めていきたいと思っておりまして、うん、この広いつくば市全域でいきなりサービスを展開していくのはちょっと難しいのかなというふうにも思ってまして、うん、はい、まずは今ご覧いただいている4カ所で先に展開していきたいというふうに考えています。小田と法要台に関してはご高齢の方が多いエリアですね。で、筑波大学周辺は若い学生さんですとか外国人が多い、筑波駅周辺は子育て世代の方と外国人の方が多いということで、この筑波の多様性をよく表している地区ですね、うんうんうん、そこからスタートしていきたいというふうに考えています、うん、例えば法要台の計画っていうのは、はい、法要台の人と相談をしながら作るわけですか。やはりこのエリアそれぞれ困っていらっしゃることが違うんですね、うんうん、特に法要台の方にお聞きするとやっぱり移動が大変だということがありますので、はいはい、まあ、よく地区の方とご相談しながら移動関係ですね、うん、あのそちらのサービスをおそらく展開していくことになるんだろうと思います、うんうんうん、はい、法要台の皆さんがどういうサービスやりたいかやりたくないかとかっていうのはどうやって意思を確認していくんですか。今後計画を作った段階でですね、はい、まあ、案を作成するんですけども、うんうん、これもあの国の決まりでですね、はい、住民の意向を踏まえなさいという、住民の意向を踏まえる、はい、うん、いろんな方法があるんですけども、はい、まあ一つは先ほどのインターネット投票のような仕組みを使って、なるほど、住民投票のようなことをする、住民投票、あるいはそれがなじまなければ議会の議決ですとか、なるほど、はい、いろんな方法があるんですけれども、今念頭に置いているのはやはり地区の方から直接ご意見をいただく必要があるだろうと、そこを原則にしたいと思っておりますので、できれば住民投票のような形で意見をお伺いしたいと思います。私もあの法要台の説明会に一緒に行きましたけど、まあそれこそね、最終プレゼンの時の熱気と同じような、こう住民の皆さんからの期待感、もう早くやってくれ、もう今困ってんだみたいな、ね、行政としてはできるだけ早くサービスを届けたいし、今あるサービスも充実させる必要あるんですけど、やっぱり全てに同じようにいきなりできないので、まずモデル地区として選んで皆さんに積極的に使っていってもらいたいなとね、そんなことをあの時も思いましたけどね、はい、法要台は区会の中にスーパーシティ担当の役員さんまでいらっしゃるという ね、はい、もうプレッシャーがすごいですね。プレッシャーがすごい中山さんのところにプレッシャーすごい、プレッシャーがすごいですね。大丈夫です、プレッシャーがきっと人を成長させてくれると思います。ありがとうございます、はい、小田地区ではどんなプランがあるんですか今。小田地区もやはりあの移動の問題が一つありますね、うん、あの都市と郊外の二極化という問題に直面しているところですね、はい、うん、あとやっぱりお買い物も、お買い物、なかなか車で10分圏内ぐらいにスーパーがないというエリアになるので、うん、移動スーパーなんかを便利にできないかなというような取り組みも考えています、うん、はいはい、あと筑波大学周辺については、これはもう筑波大学さんが全面的に今協力してくださってまして、キャンパスそのものをスマート化したいということで、うん、スマートキャンパスという構想があります。それから筑波駅周辺ですね、こちらはあの子育て世代が多いのと、うん、この東のエリアでですね、子供マースとかですね、子供マース、はい、なんですか子供マースって、このペデストリアンデッキがありますけれども、はい、ありますね、この環境って実はすごく恵まれておりまして、うんうん、こんなに歩行者に優しい街はないんですけれども、うん、こうただ長いですよね、あの長いですね、結構長いです ね、お子さん連れとかだとですね、うん、あのお買い物したりして、うんうん、ベビーカーを押しながら荷物持ってる、はい、まあ、そういうことにもなりますし、うん、あとは散策したいなっていう時もちっちゃいお子さんを連れていると、うん、なかなか大変だろうということで、はい、うん、まあ、少しエンターテインメント要素もありますけれども、このペデストリアンデッキ上を自動運転するような少人数の乗り物なんかも、あ、1人乗りじゃなくてね、今度はね、そうですね、はい、2人乗りとか、そうですね、2人乗り、4人乗りとか、そういった楽しそうですね、で、この辺のにぎわいの創出にもつながるかなということで、うんうん、はい、考えております、まあ、その他にもまだまだサービスあるんですけれども、はい、規制の特例措置がですね、うん、国に認められ次第どん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 展開していきたいと考えています。おそらくまあ今年度内ぐらいに計画を作ってですね、で先ほど申し上げたような
住民の方の意向を踏まえて、そして内閣総理大臣の認定を受けて正式にスタートするという手続きになります。つくば市のスーパーサイエンスシティ構想の正式な計画が国で、まあ、ハンコが押されるような、ハンコはいらないかもしれないですけどねもう今年度中に大体全て終わるだろうというところですかね、はいはい、なるほど。今の段階でもう使えるよっていうようなサービスなんかありますか、中山さん。つくスマアプリですね。スマップですか。いや違いますスマートシティのスマですね。スマートシティのスマですね、はい。先日リリースしたつくスマという、つくスマ、はい、多言語ポータルアプリがありまして、外国人の方にもきちんと行政情報を届けられるような、もちろんその日本人にも届けるんですけど、はい、まあ、そういったアプリがありまして、そういったものを展開していくですとか、将来的にインターネット投票なんかもこのアプリからできるようにしたいなとは思っているんですけど、まあ、その入り口になるようなことを想定しているアプリです。何ができるんですか。で、まずは多言語ポータルアプリでありますけれども、はい、4カ国語で、4カ国語で行政情報をプッシュで通知してくれると。プッシュで通知って何ですか。スマートフォンにですね、はい、画面見てるとたまに天気とか、はい、あのたまにこう豪雨の情報とか、これから雨が降りますみたいな、はいはい、ああいった形で、はい、なるほど、お知らせが届くと、ね、筑波山の観光案内所のご案内とかがありましたけれども、はい、本当にいろんなジャンルの行政情報がお知らせとして届く、うん、はい、お知らせ届くと、はい、他にどんなものに使いたいですか、はい、今いろいろ考えてますけども、はい、あの市民レポートという機能も考えてます、うん、はい、それは例えばですけども、はい、まあ、道端に穴が開いてますよとかですね、穴が開いてますね、ガードレール曲がってますよとか、ああ曲がってます、ね、多分市民の方がいち早く気がつくような変化ってあると思うんですね。そうです、そうです、あります、あります。で、行政が気がつくまでにですね、誰か怪我されたり事故を起こされては大変なので、はい、いち早くそれを市民の方が通報していただけるというような市民レポートという機能ですとか、共に作る感がすごいありますね。そうね、そう、そうですね、はい、市民の皆さんも参加していただく。なるほど。あとはあの AI チャットボット、ね、AI チャットボット、はい、全部横文字ですね。そうですね、はい、これは、保育所に、はい、保育所に、はい、あの子供を入所させたいんだけど、うん、どうしたらいいですか、うん、とかスマートフォンに話しかけるとですね、うん、スマホが、まあ、フックンが答えてくれる、うん、という機能がございます、はい。まあ、このアプリでの、ね、あともう一つ特徴はやっぱりその人に合った情報、欲しい情報を届けてくれるっていうところが、そうです。例えばワクチンの接種のタイミングとかも、うん、次こういうワクチンですよなんていうのを教えてくれたりとか、でそこから例えば予約サイトにすぐ飛んでいってもう予約が希望日にできるとか、まあ、いずれはそういうところまで ね、 そうですね、あのもう全部つながっていくとなればかなり便利になっていくんだろうと思います。そうですね、もうここからスーパーシティのサービスが使えるようになるということで、もうちっちゃな市役所みたいなね。そうですね、これがね、はい、もうぜひダウンロードしていただきたいなというふうに思います、はい、今どれぐらいダウンロード、もうこの間ねリリースしたばっかりでしたけど、今日時点ですね、今日時点で、4800人ぐらいの方がダウンロードしてくださってますね、はい、多くの人が使ってくれればくれるほどより良いものになっていきますし ね、 そうですね、サービスもね、はい、どんどんそこで提供していくようになればね、はい、窓口にわざわざ来ていただかなくて済むようになっていくよ、ね、そうですね、はい、ものにしていきたいですよね、はい。今回ご紹介したのは本当にわずかで、例えば自分の医療データとか、そういうものも健康データとか、あくまでも希望すればですけれども、そういうものを共有してそれに基づいて例えば食事のアドバイスをしてもらえたりとか、いろんな機能が、ね、今後出てくるわけですけれども、こういう場面で使ってほしいなっていうのを最後に一つくらいお話をしてもらっていいですか。まあ、今回のスーパーシティのサブタイトルはですね、科学で新たな選択肢を、人々に多様な幸せをっていうのがタイトルになっておりまして、いいですね、でやっぱりあのインターネット投票なんかもそうですけども、はいはい、あの市長冒頭に誰一人取り残さないというお話されましたけど、あの選挙に行かないのは自由だと思うんですね、うんうん、個人の自由だと思うんですけども、はい、行けないっていう人がいちゃいけないというふうに思ってるんですよ。いいこと言いますね。で、先ほど80代の方の、うん、やっぱり投票に行けないっていう方が今いらっしゃるんだろうという話がありましたけども、はい、うん、まあ、そういった人を作らないというのが最終的にスーパーシティの目指すゴールなんだと思うんですね。なのでそこに向かって、まあ、必ずその先端技術を入れることが目的ではなくて、うん、市民の方に本当にお困りになっていることを、それを解決に導いていく、まあ、そこを肝に銘じながら進めていきたいというふうに考えています。なんかどうしてもなんか使える人だけのものだろうみたいな誤解をされがちなんですけど、そうじゃなくて、もう
常に言い続けてますけど、まず困ってる市民が先にいて、でその困りごとを解決するために一番いい手段をいろんな形で提供していって、それを選べるようにすると、まあ、そういうことがこの一番スーパーサイエンスしてこその大事な部分だと思いますので、ぜひね、素晴らしい職員たちと一緒に、そんな街を作っていくために今後とも活躍をお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。